はい、皆さんこんにちは、リュウ生き物チャンネルです。暑いですね、ここ2日ぐらい、その前まではもう10日以上雨やったんですけども、ここ2日ぐらい急な晴れで、まあ今日も日中はね32度ぐらいまで上がるということでね、今日皆さんにですね、私にしては珍しい情報をちょっとお届けしたいなと思ってます。皆さんね、お仕事お昼もちろんね行かれてる方が多いと思うんですけども、お昼間ってこれどんななってんのかなって、水温ね、どんななってんのかなっていうことでね、いろんな色で、いろんな時間で、いろんな検証をね、日陰とか、直射日光とか、ね、検証してみたいと思います。はい、一日がかりでやってみたいと思います。もちろんですね、メダカは入れませんので、皆さんご安心ください。今日もご視聴よろしくお願いいたします。それでは行ってまいりましょう。レッツメダカ。これ朝8時とは思われへんぐらいのテンションやね、これ。血圧高い。これ危ない。はい、皆さんおはようございます。朝8時です。めちゃくちゃ暑い。もうめちゃくちゃ。8時でこの日光。ちょっとビニールハウスみたいなと思って。どんななってるやろ。今日はね、8時もそうですけど、10時とかね、12時とか、お昼間とかね、夕方もね、温度のね、検証してみたいと思います。暑いよ、これ。今何度？はい、44度。44度やばい。暑いな。ねえ、暑いよ。でですね、もう水温ね、水温、例えばこっち東なんですけど、こっちの温度がですね、ハウスの中ね、まあ言ってもね、ほら30度、東向きでも30度、このガラス水槽なんかどうでしょうか、ちょっと33度ぐらいかな、32度かな、やはりちょっとガラス水槽の方がちょっと、これでもこの普通の NV ボックスみたいなやつでもちょっとガラス水槽の方が熱いかな。まあここにね板とか置いて東の日光を遮ってるので少しマシなんですけど、それでもね暑いね、朝からこの温度は暑いですね。カマキリ、幻想見えるかな、幻想とカマキリ、暑いよ、もう汗にじみ出てきます。朝の8時過ぎで外見てみましょうか。外の、その前にね、この西川冷たい、やっぱりね太陽まだ入ってないんですよ。27度か8度ぐらい、それでも27度か8度もね、西川の上か、上段部分30度、上段部分ね、このすだれやってますけども、さあ外行きましょう。少しでも、まあ、太陽はカンカンとね出てるんですけど、この外の部分ちょっとだけ板がかかっている、3分の1ぐらいかな、ここの水温で29度、まあね3分の1でもこれだけね直でかかってても水温はそんなに上がっていないということですね。まあね、皆さんお仕事行かれて、今からねご出勤されて、でメダカ、まあ大丈夫かな、暑いのにな今日とか思う時あるでしょ。それのために一回検証してますよ。黒、白、青、完全日陰ね、こういう風な感じでね分けてやってみます。まあ、こういうね NV ボックスもねやってみたらいいかなと。温度の上がり方ね、このね NV、 よくあるブルーの NV、 そして100均でよくあるようなこういう容器ですね、これも入れてみましょう。このブルーの容器、水温はもうすでに30度、まあ、基本これ何も乗せてない状態です。板も何もね、すだれも。それでどれくらいかなと。この黒容器で、ああもうやっぱりまだね、水温自体はそんなにね熱くなってないですね、30度で、白容器、おお白容器27ぐらいか。これ完全にこうすだれやってるとこと板やってるとこと一回やってみましょうか。今のうちにこう板をこうやっといて、半分ぐらいかざしといて、ほんですだれね、皆さんお仕事行ってる間すごい不安になられてると思うんでね、
今回ね、ぜひ検証してね、皆さんに安心感をもう汗だく、あかん、やばい、倒れる、やってまう。はい、それではお楽しみにしてください。次は10時です。はい、ただいま10時です。ドア全開にしてたんで40度切ってるぐらいになりました。逆に日差しはきつくなってますけども、室内の温度は下がってます。こちらはどうでしょうか。先ほどは30度、上がってますね。32度ということは、こちら東向きね、これも32度ですね。あまり大差はないですね。10時になったばっかりなんでね、これから暑くなるんじゃないでしょうか。はい、あ、こんにちは。はい、こちらはどうでしょうか。現在時刻10時過ぎです。ブルーブルーの毛上がってきてますね。35度、白はちょっと低め、31度で、黒は33度。例えば蓋したら、その前にこれかな、100均の容器、はい、34度、桶の蓋してるやつで30度。やはり蓋した方が冷たくいきますね。でこの NV ボックス35度、だいたいまだ一緒かな。桶を蓋してるやつはね、やはり水温が下がってると、5度ぐらい、一番暑いやつとの差は5度ぐらいですね。まあ30度ぐらいでしたらね、メダカもね全然普通に生きれます。快適に生きれるぐらいでしょうね。稚魚張り子もものすごく大きくなるの早いと思います。30度ぐらいならね、いい感じだと思います。はい、お昼になりました。ハウスの気温は40度、朝一に比べれば若干涼しいかなと。やはりここを上げてるのと横をこう開けてるんですよね。これだけでも全然違うかなと。朝一の時も横を開けてたんですけど、このね正面の戸を開けてなかったので温度がこもったのかなと思います。ちなみに外気温なんですけど、外気温は35度が暑いっすね。風吹いてるのでそこまで体感ないんですけど、そんな感じですね。で水温、東側太陽まだ当たってるんですけど、おっと来ましたね、34度。上にね太陽が来てて、こう遮光ネットしてるんですけど、やはり温度は出ますね。こちらも34度、真夏という感じでもないので上がりきらんのかな。 NV ボックスブルー、これはどうでしょうか。34度かな、 34.5 とか35の手前ですね。ブルーのジャンボタライ35ですね。白のジャンボタライ32、3、低いですね。最後黒35ぐらいですかね。35大体からね、白以外はね全部同じような感じのものですね。ここに100円ぐらいのこのボックス、これが来ましたね。37度、これ暑いですね。やっぱり薄いだけあってね、完全に隠してるやつ。おー、30度、やっぱり隠さなきゃいけませんね、板でね。はい、これが12時現在でございます。ちなみにですね、すだれ、あれが半分ぐらいかかっているところですね。すだれの温度は、すだれの温度違う、32から33。すだれでも少しは下がると。板ならこう影にシャットアウトしてるんで、影になってるんでもっと下がると感じじゃないでしょうか。以上12時でした。はい、そして注目はですね、実は今まで出せなかったこの黒い100均のバケツ、皆さんよく入れてますよね、この黒いバケツ。まあ便利でね、買いやすいということでね、もう黒やっていうことでね、温度が上がるんじゃないかと心配されてると思います。これ実はね、37度、こう太陽が差し込んだままの状態でこう固定したんですけど、結局この黒のバケツも太陽がそのまま当たる状態で測定して、こっちのジャンボタライの方は33度から35度ということでしたよね。白色でも33度、出しながらこの黒のバケツは37度。かなりね、やはりバケツはね、水量もあるんです、水量もあるんですけど、やはり高なるなと。まあ私の見解の一つに、例えば一日中ですね太陽にさらされるとですね、どうしても水量あってもやはりこう太陽の力っていうのはすごくて、やっぱりそのジャンボタライ丸ごとね温めてしまうという現象になるんじゃないかと。
だからやっぱり日陰を作ってあげるっていうのはすごく大事ですね。こういうやっぱりね、側面、この桶の側面からもですね、熱せられるんですよね。だからこう下からも上からも熱せられるので、かなりね温度は上がるんかなと。でまだ7月の初めで、まあ、暑いといってもねまだマシですよ。これからどんどんまだ暑くなりますもんね。で暑さもこういうなんていうんですかね、まだカラッとしているというか、なくてこうジメジメしてこう突き上げるような温度になってくるので、すごく桶にも負担がかかるんじゃないかと。やはりこういう板とかすだれをね置いていくべきなんだなと今回実感しましたね。最後また夕方行ってみます。それでは、はい、ラストは皆さんが帰る頃の6時でございます。ちょっと順番間違った。ハウスからでした。気温は26度、かなり落ちましたね。室内の温度は、はい、28、29度。すっかり過ごしやすくなりましたよ。あのバケツの温度も多分お冷た、早いな、26度、落ち着きましたね。さっき37度ぐらいでしたから、10度の差あるんですね。これはこれで大きいですね。この黒ですか、黒は温度持ってそう。30度、白は27度。この木の板の下は、あ、スピードが遅いかな、28度。ということでね、夕方はかなり落ちてきましたね、水温ね。ここはどうやったかな、ここね、この、はい、29度ぐらいですかね、すだれのとこね。やはりですね、こうして見てみると、すだれ木とかのねかけとけばね、水温自体は寒暖差が少ないと。でも例えばさっきの黒バケツ、どういったわけか36、7度からの27度、かなりの寒暖差逆にありますよね。それとやっぱり黒っていう意味では、この大きい桶もね、水量が多いので落ち方もゆっくりなんですよね。水量が少なかったら落ち方早かったのかな、風に当たってっていう感じかな。結論、白はやっぱり温度下がってる、黒はやっぱり温度上がってる。でその中でも白の温度の戻りと黒の温度の戻りは完全に黒のが遅い、はい、で一番のベストは何て言っても火をかけること、完全に遮断することですね。上を影にしてしまう、すだれやったらちょっとまだ残ってるでしょう。そんな感じですかね。はい、いかがだったでしょうか、本日の龍生き物チャンネル。最後ねえってなってましたけども、まあ、限界が来ましたみたいなね。やっぱりね、すだれも木も本当はね水温落ちていいんですけどね、かけ方とかね、で木はやっぱり厚みがあって完全に遮断するんでね、太陽光、やはり水温は落ちますよね。それと気をつけていただきたいのはやっぱりね、横からの熱もやはりね桶ですから、側面っていうのがありますからね、やはりその辺を気をつけていただいたら水温もまた一段と下がるんじゃないかというふうに考えております。はい、そしてね、毎週金曜日夜9時30分からね、龍生き物 TV、 こちらでライブを夜の9時30分からね毎週しております。ぜひ皆さんね一度お立ち寄りいただければ幸いです。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったかなと思われた方はチャンネル登録、そしてグッドボタンよろしくお願いいたします。チャンネル登録が龍の励みになっております。よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。